うんお大事にしてくださいねやっぱ寒暖差激しいからみんな風邪ひかないようにねそのまま寝れるじゃんそうでそのまま寝ちゃうからもう <laughs> あのー、幸せすぎましたよかったうれしいぞ言ってもらえて今日もね可愛いんですにひひどう握手会とかお疲れ様お疲れ様ありがとう 今日は昨日と違うカラコン今日は黒コンでした昨日は茶色だったんですけどもうねこの黒コンは黒縁なだけであとはそんなになんかカラッ何て言うんですか茶色っぽくない黒コうん黒コンでした <laughs> お疲れ様でした短いのに頑張ってるツインテルが可愛かった嬉しいです パジャマのままだよ。昨日はインフルエンザ。インフルエンザなのお大事にしてね。パジャマで帰えてきたよ。これ超あったかい。一 <laughs> 日でお仕事お疲れ様。の1月11日の写真会参加決定です。おーやったね。待ってます。メレボン全身可愛かった。やんありがとう。なんか、じゃんけんに勝っただけツーショットに来てくれるって言ったファンの方がいらっしゃって。 じゃんけんしたんですよね握手会かトーク会かでしたんですトーク会かなしたんですよしたらなんと四連勝四 <laughs> 連勝で止められましたあじゃあ終わりで <laughs> すごくない一負けもしてないよみュ <laughs> すごいでしょということでお待ちしております来てほしいという思いが通じたのかな <laughs> そう 強いでしょう見た気がしますかそうじゃんけんしてました一つの部あたり4枚だったらすごいよねう <laughs> ん1年ぶりに中ちゃんレーン遊びに行けて楽しかったあざあざ推しですみませんでしたということは全然気にしないでくださいまたじゃあ,あの1年ぶりとは言わずに来てください待ってますそう そうミは5000名行こうとしたんですけど。あ、もう終わりで <laughs> 終わっちゃったんですけど、ありがとうございます。あ、ティクトックめっちゃ可愛かったって思った方はあと100回ずつ再生してください。お願いします。<laughs> <laughs> えー、はいいが <laughs> ぶっしゃいなが今日はサンタさん、多かった青天文のサンタさんでした。あ、こんばんは。 気にしないでいいんあざあざ推しは全然オッ,ケーオッケー。強いんですよあ中ちゃんじゃんけんしてるの見た中ちゃんねの恒例なのかと思ってたでもみんなとじゃんけんしたいな結構じゃんけん強いんですよこういう時のじゃんけん強いんで容赦しませんああと心配もありがとうということ みんなとみんなとねあのおしゃべりしたりおしゃべりしたりおしゃべりできて面白かったです楽しかったよこっちゃんここ民賢で休憩ですこっちゃんここ民賢で休憩するんだねなるほどねそのルートなんだいいな美味しいもん食べてそばとかそうアイドルメイトでのテ i ク t ッ k は間違いなく可愛かったそう姫さんが上手に撮ってくれたおかげで足ビョンビョンでした 半年ぶりの握手は「しびれました!」ということでよかったです。電流落ちちゃってみたいな。ジュドンはい11期サンタはバブでしたね。あのくるみん着替えたのかわいいねかわいいねしてました。うんそしたら「ユネも着替えたんです」とか言われちゃって「そうだよねゆねちゃんジェラピケンお揃いだね」って言ってかわいかったんですけどもうどうしたらいいですかこれ。<laughs> どうしたらいいですかねこれ本当に。 コジコジ総会中なの、今日はコジコジ総会なんだね。<laughs> ゴリゴリからのコジコジで、だからみんなコジコジしてんの。<laughs> 横からユーネジャンケンにこっそり参加して勝利した。ユーネジャンケンって何ですかユーネジャンケン。<laughs> まつげ隠ら、そう今日今日のまつげすごいね、すごいグララなんですよ。すごくない？エイリエイリ。<laughs> ありがとうございます。 いろんなモチベ上がってるありがとう嬉しいんだけどでもみんなにモチベあげてもらいましたよいしょ 2>, 2月のアクシケン2枚しか持ってないからツーショット撮ろうか悩んでるえツーショット撮ろうよあのなんかみんながそんな写真写りに自信がないなら中坂美桜ちゃんが盛れる写真の写り方は叩き込んであげるから一緒にエモい写真を撮らないかい <laughs> はい今からならまだ子さんアピできんじゃねえ <laughs> これ中坂みゆちゃんとのツーショットなのいいでしょうって自慢したくない ?28 時間起きてるわすごいすごいわ久しぶりにあっち向いてほいで勝負してもよかったなえ確かにじゃあ今度やろうねまつげ見忘れたまつげそうコールミンかわいかったー なんか目の前でモナカサカコーナー見てるみたいな,なんかすごいね7部はすごかったよまた来週また来週また来週ってめっちゃ言いましたトナカイもぼちぼち言いましたよねゆうねちゃんとかトナカイだったりゆずりんさんのトナカイも見ましたトナカイもね悩んだんですけど、まあ、今年はサンタさんでいきました来でも後半はもみの木でしたはいゆうねちゃんはバブーです 見た目がバブだからね8月下旬と9月上旬に台風で中央道迂回の日々でしたえー、絶対大変中央道がどのん道どんどか分かんないけど絶対に大変そうゆうねちゃんはお見送りでじゃんけんしてくれるんだかわいいにそれ遠くク界大富豪対戦ありがとうね当たりましたねみきちゃんだったけど すごいミキちゃんのカラフルでしたカラフルミキちゃんでした <laughs> そう初めてゆうねじゃんけん見たいいねみんなゆうねじゃんけん楽しんでるね履ける時にじゃんけんしてるんだえー、かわいい何それみも参加しよう <laughs> そうゆうねちゃん小さくてかわいかった隣のレーンからいやほんとにかわいかった赤ちゃんみたいですほんとに あゆきちゃんツーショットを追加するついでにツーショットを追加してきたあ,、えー、ありがとうございますラブチ <laughs> そう耳へポーズ考えてください考えます考えますありがとうありがとう中坂美恵ちゃんのすべてが可愛いと今日改めて実感しましたよかったですいえいえ可愛いでしょ私 <laughs> 数フち当たるって感じどれかは盛れると信じツーショット追加しましたお 盛ろうね一緒に <laughs> そうなのそうなのみんな子さんアピしようね写真もれない中坂さんのに持っていくよ自分写らなくていいですってありえなんかね顔隠したりすると怒られますからみんな写らないとダメなのだからここはあえてみんな森りに行くんだよなんか自分写真写り悪いからとかいや押しだけでいいからって気持ちになっちゃダメなの 俺もイケメンに映るぞって気持ちで映らないとねそうでもあのツーショット会の懸念点あるんですけどなんか聞き顔顔じゃなない顔の時ある <laughs> なんか結構私ツーショットで愛知のツーショットで多いのはこっちの顔で写真撮ることなんですけどなんか私はこっちの顔の方が好きだから、うん、こっちの顔の方が好きだからこっちで映りたいのにだいたいこっちなんだよねやっぱこっちで撮った方が漏れます。 そうそうヤッホーみんなヤッホーまた来年もありがとうございました良いお年を多かったです本当にお悩み相談面白かったありがとうございますそうまた来年もしましたねそうそう連発してましたずっと前のきゅやばい家族写真夏1月もサンタさんでどう <laughs> だいぶ慌てんぼうになっちゃうけどね慌てんぼうぼうだけど大丈夫ですか そうサントさんの生写真も販売されてるねということで皆さん生写真チェックよろしくお願いします顎あごです顎あごあそう TikTok と YouTube ショートにそうタコスあざとく食べる動画がね可愛かった誰がねあざとかったかなすごいね可愛い誰かめっちゃ可愛かったんですよまあ見てください皆さんも是非 いつもくるみんバブバブ言ってるからわ私もバブバブ体験してきましたしゃあなしやでということででもバブバブかわいいでしょう二 <laughs> 2月のあかし会楽しみにしていいの楽しみにしてよぜひ2月まで会えないの長いな <laughs> 長いなまた来週も楽しかったよかった今日は大富豪でなたんと出ましたいいですねなったあカラフルミレイカラフルミレイか <laughs> カラフル見れ可愛い,い、カラフルなの可愛い,い、なかなか見ないからね。中央道は長野県で山梨県を通って東京に向かう。高速道路です。急坂。<laughs> 急カーブ多くて死ぬ。ええー、バスで急カーブって大変だよね、絶対。わいも夜ご飯カツ丼だったよ。いいじゃん、んおそろっちおそろっち。東名高速じゃなくて、中央高速で行っても、距離はそんなに変わらないらしい。あ、そうなんだ。ええー。そう。 最近メンバーと当たってない今他の子推しだけどなんで他の子だやろうの SOS <laughs> なら OK 今日のケータリングはえっ、ー、とえっ、ー、とお昼がおでんで夜がなんかタルトキッシュみたいななんかキッシュみたいなタルトみたいな美味しかったサーモン乗ってたサーモンっていうか鮭乗ってた 美味しかったあとそれ白身魚のチーズ焼きがうますぎてこれもっと取ってこればよかったなと思いましたそう他の子の話してる時の中坂さんの握力が強かった気がある <laughs> そんなことないもん中坂さん握力3とかしかないから強くないもん <laughs> ね今日みんなサンタさんだったよね「Can you speak English 中ちゃん」ということで。 Um, I don't speak English um, um, very little.My、um, English, OK? そ <laughs> う、so、僕はいつでもイケメンなのであいいですねそれから自信持っていきましょうそうそう さえもこだわるよね結構メンバーありますよだからなんか集合写真取って出しの集合写真って自分の推しなんか亀手側にいつもいるなとかいつも下手側にいるなって言ったらそっちが利き顔です多分きっとそう <laughs> ツーシュートのの枚枚出ししするると1枚の時より喋れるって聞きましたあー確かにそのね間がありますからね もう大体はポーズの話で盛り上がってるので、あのぜひね、皆さんポーズの話で盛り上がっていきましょう。二人で外向きやばい。外向きやばい、ね、<laughs> また来年するの忘れたなんでなんで忘れないで忘れないで忘れないで。今日の夢、中ちゃんが出てきました。これで長坂みゆちゃん大好きチュッチュマンになれますかはい、大好きチュッチュマンになれます。いいね。夢の中に登場したいっていう話、今日二人目。<laughs> 向き合わなければいいんだね向き,合わな向き合わなければ確かに背中合わせで取れば聞き顔になりますそう昨日のもなかさか聞き直したけど当選した人の名前が自分かどうかいまだに自信持てずあのねひらがなブーンだったよ教えてあげるひらがなブーンさんだったよ ツーシュート前日に床屋に行こういいですね気合入れていきましょうツーショット5分初めて行くお待ちしてます寒がりサンタさんありがとうございましたはいとてさまでしたとてさむ今年最後の赤石会東海だったからみんな言うよとし年うでしょうでも公園公園意地でも行くから今日は言わないみたいな方もいました <laughs> そうそう身長順 カレンダーも明日から受付ですね。あそうなんですよ今年も皆さんカレンダーありましたよかった全部中ちゃんで一冊作ってみてくださいはい個人的おすすめは「少女は真夏に何をする」ですかね東海と握手を売り切れてるからツーショット撮ったでありますありがとうございますいえ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  私池田に「私鏡餅になるから門松になってくれん?」って言われたんだけど門松ってどうやったらなれる、うん、分かんない池田が鏡餅にもきっとなれないから <laughs> 分かんないアスパラガス刺してくとかどうですかアスパラガスアスパラガスとアスパラガスとアスパラガスで「門松です」みたいなはいどうですか今年の特典会全部終わっちゃったけど特に記憶に残ってることって何かある 今年のですか。ちょっと待って、今がもう思い出す。なんかあるかな。年会。ええー、まずいな。なんだろうな。なんか。 特定特定はめっちゃ出てくるこういう話あったこういう話あったなとか出てくるんだけどなんかめっちゃおもろい話っていうみんなが大爆笑できる話を思い出したいどうにか <laughs> みんなが大爆笑できる話を思い出したいえそれのらビファーレンちょっとびっくりしたんだけど4 1って仙台さん強ーなんかプレーオフ今日ね J1 昇格プレーオフやってたんですけど長崎対仙台と山形対ファジアの岡山ってことでですねあの 順位で言ううと長崎、山山、形、岡山仙台だったんでですよ確かそうでも仙台が勝ったし山形対岡山も岡山が勝ったんですよ。でいやぶっちゃけねこう山形と正直言わせていただくとやっぱ名古屋からのアクセスはどの順位のチームもあんまよくないじゃないですか <laughs>。そうだからどのチームになるんだろうなとか。でも逆になんか 山形とか岡山とかはもう逆にそこまでしないといかないだろうなって思ってたからどこがあれをするかなと思ってたら進んだのが決勝にプレーオフ決勝に進んだのがえ岡山と仙台ということでちょっとどっちが勝っても楽しみですけどちょっと思いがけない結果すぎてちょっと私自身びっくりしました特に岡山は通り過ぎたことしかない気がするので行ってみたいです すごいそうなのバブりましたやっぱバブりますよね GBT 頑張りましたえ抜かれましたよね私そう中坂さん GBT やってたんですけど首が全く動かなくなっちゃってあのママサクさんに「首が痛いんです」って言ったら首直してもらってたからなんか途中だけちょっとやってなかったんですけどもうおかげで首がもうめっちゃ回るようになりましたうれしい首回るのうれしい <laughs> 歓喜の舞本当に。 お寝坊さんです。飲み会終えて帰ります。いいね。楽しかった。良かったよ。そう、一月にみんな持ってるからね。また来週って言ってもらうの忘れた。じゃ、あ一月に言われに来てください。ほっぺツンツンとかしたことないです。触れない。<laughs> ままさかさんの活動です。そうそう。やり残したことは夢の国に行きたい。 うすごい。みんな詳しいんだね。道路情報にバスの運転手さんは密かに尊敬してます。いやめっちゃなんかもう。全ての職業に対して、あの全ての人間の皆さんがあの何て言うんですか？もう感謝の気持ちを持って生活しなきゃいけないなって本当に思うんですけど、うんなんか？ あの荷物届けてくれる方とあのバスの運転手さんともうその辺のはもう結構本当にいつも助かっておりますありがとうございます特に私は荷物をいつも速達で届け,届けてもらいがちなんですけどもそんなねわがままなこと言わないようにあの余裕を持って注文できる女になりたいなと思いましたおでんおいしかった「久しぶり」って迎えてくれて嬉しかったみゆも久しぶりに会えて嬉しかったよありがとうね <laughs> そうケータリングにおでんあったのやばくないでも赤ウインナーの出汁出すぎてさいろんなものが赤色に染まっててめっちゃ面白かった <laughs> え白身魚のチーズ焼きめっちゃうまかったですうますぎてやっぱもっと食べたかった3トンなんて言うと3トンやばいでしょブキューンなっちゃいますか <laughs> 推しのサンタさんは見れなかったけど中ちゃんとか他のメンバーで補給したから満足や今日推しとしかツーショット撮ってないからあとでストーリーにあげるね <laughs> そう 推しの写真は今日私が撮りました。サトンはそんなんいないえみゆう味噌かけないんだ。今日ねみそもあったんだけど私はみそかけなかった。<laughs> そうなの。サータンの白サンタ可愛かったね。あのティックトック上がっててサータンのめっちゃ可愛い。そう。 メンバー12種類あるから1年オールできるなとじゃあ全部中坂ね作っちゃおねえみんなそうそうまた来年したいなまた来年って言ってんねじゃあ。 そうそう、聞き顔があるんでまた来年にならないのに12月中に会に行きますね。お待ちしてます。今月50%以上都落ちしてる。あつ辛い。えー、純情があの不正事実だよね。のフリで撮る予定なので背中合わせです。不正事実だよね。は顔を向き合ってるから、あなたに対してのところですね。<laughs> 手紙の生誕あ、生誕の手紙の時もどっちがいいかいいとかあるもんね。えそうそう、大事だから映るから。 ポトメ周辺ののわりりすぎてびっくししましたはいあのポトメ周辺には私がぜあのいつかのモナカ坂カで紹介したメーカーズピアがあるので皆さん次行く時は2月行く時は行ってみてね背中合わせになっても自分の木々顔を優先するか優先しますかでもあ私もあんま違いは分かってない最近右側の方が可愛い。 でもこう左に移り慣れてしまったそうそう1か月にもあ1か月ぶり戻ってきたおかえりアバターが変わってるなんか可愛いトラになってる来年トラ年だっけ毎月違う子にするけど6月は中ちゃんよってやったねありがとう嬉しいそうそう聞き顔大丈夫大事大事みんなシャッフル待ってるやんタイムフリーできん 聞きまましたた確かにまた来週は特徴的ですでそうでもねあなんかもう誰も聞けないと思うんだけど初回放送のまた来週のぜテンション全然違うからあの聞いて聞き比べてほしいもん今のと靴下の緑色に釘付けでした「もう穴開きそうだね」ってみんなに言われてすごく恥ずかしかったですそうたまにはバブ挟みたいやんこそかはバブじゃないんですか皆さんにとって。 こういうことしちゃうからねバブじゃないんですよねあの本当のバブはなんかもうナチュラルバブって感じでもうあーかわいいーってなっちゃうから <laughs> みんなに変わって花なが出演するみたいだねそう花な久しぶりの S ス公演ありがとうみゆちゃん半分でいいまあ半分でもいいでしょう <laughs> ありがとう半分に中坂にしてこうやって中坂中ちゃんのツーショットに一人連れていくことに成功しましたお楽しみにしてますねありがとうそうそう 昨日4分の握手ありがとうございましたこちらこそありがとう,う今日は中坂さん撮れなかったぜなので大好きチュッチュマンの道のりは遠い皆さん長坂美ゆちゃんの握手早めに取らないと後悔しますよえ待って左目のアイラインなくなってるやんなんか道りでなんか顔が違うなと思いました左右で早めに取ることをおすすめしちゃいましょー プレーオフは怖いですねプレーオフドキドキしちゃいますね名残惜しいけど寝るねまた来てねリアルパジャマ姿が良かったです特にスリッパ姿 <laughs> スリッパでもある自前じゃないからねコンサドーレが J2 に落ちましたさようならえ負けちゃったの今日サンフレに嘘でしょお仕事時間変わって平日喜び入れなくなった田中ちゃん夜配信も見れないあビュンビュンビンビンあるよね 中ちゃんと踊ったタコスが完璧すぎたので TikTok デビューしてもいいですかいいですいいですいいですよ山。山形山形そう今日昨日かの今日かモンテリオサポいましたえここにいていいの消え聞いちゃったもん5位対6位の決勝だとかそうそうそうねえ。 日が空きすぎてましたね確かに確かに山形って確かにどうやって行くんだろう来年 J1 昇格は仙台でお願いしたいです J1 最北鹿島なのは確かにそうだねあそっかコンサート通りがなくなって落ちちゃうからか岡山も仙台も面鉄の高速バスが行ってるねあバスで行けるんだわバスで行けるの嬉しいかもしれないでもあの J1 の高速バスは結構本当にガチで取れないと思ううんぶっちゃけ 新潟の高速バスは取れませんでしたちなみに <laughs> そういや行くよ絶対に岡山といえば絶対にあれですよねきびだんごそう「立ちも中の本岐阜県になかったので電子書籍買いましたさすがありがとう」そう富山対 FC 大阪 松本対福島の J3 も暑かったよ両方11だったけどこの場合は順位が上の方になるんだっけ引き分けの場合って。ってことは富山対松本山賀えー、待って富山も松本山賀も来年行こうと思ってるから困るな事実に上がられるとあわわ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 わ。わわわ ああそうあそ,そうだね JFL 入れ替え戦も YSCC 対コーチユナイテッドも引き分けでしたね<っ>そうそうそう「僕の夢の国はサンシャイン栄の2階にあるところです」ありがたいですねそう言っていていただけてうん。 Y, の y 後ろに Y なんてあるんですかあこれですかこれ !Y じゃないですかやめてください <laughs> ジェズスとサビを取りに行こう,もうダブルマテウスがほっち <laughs> ダブルマテウス選手来たらもう超強くなっちゃうよ下国上位やめ下国上位 明日健康診断だから終わるまで何も飲み食いできないつらい健康診断前ってつらいよね1月の通称都会はスカイエキスポだから間違えないようにしなきゃそうだよみんな次はスカイエキスポですからミューンスカイに乗ってきてくださいあんずと写真撮ってない、えー、めっちゃ喋ったのに写真撮らなかったすいませんでした今日初めて行ったけど一言も喋らんかった喋らんかったかなあかんな喋ってくださいね 喋 <laughs> ってくれたらしいありがとうあっねえ三線坂の YouTube が12月末で閉鎖そ閉鎖だそうですそれなびっくりしたけども、まあ、いろいろあるんですよね某 S メンバーのトーク会でタコス踊れるかテストされましたテストされたの厳しい誰もトナカイ募集してなくて悲しかったですトナカイ募集中って言わなきゃねサタンはチーカ下ーの桃がかなあ確かにぽいかわいい えモモンが好きそうだしさわかんないけど白サンタだと思ってたカレンダー全部中坂さんのと全部入内島さんのと全部原さんのを買いますというかすごいねどこ用とどこ用とどこ用なのかが気になりますツーショット撮るのも楽しみにしてるえ私も楽しみだよありがとね 空いた分に近くのスガキ屋に行って手持ちの写真の中をソフトに載せてましたということでうん、ね、パフェあのね岐阜にはあるって言ってましたよ岐阜にはあるって誰かが教えてくれたあとねどっかにもあるみたいな聞いたんだけどなそうそう夢の国で好きなキャラクターいるマジで夢の国に行かないかなわかんないんですけどな何が好きそうですか <laughs> あでも前行った時前行った時って言ってももう 8年くらい前の話なんですけど8年前に行った時はあのー、プーさんかぶりました「<laughs> 中坂レンダーもいいね」「中坂レンダーゲットしてください」「中坂レンダーいい響きや」「えへへ,へ,へ明日4時半起きなのでお先に失礼おお頑張って早起きファイティン2日間楽しかったです」ということで私も楽しそう楽しそうだなって見てましたよ 次はもっといっぱい遊びに来たね2月にまた来年お願いします2月にまた来年はもう2026年に会おうとしてるやんメイカーズピアのココイチは何,何気に何回も言ってますえメイカーズピアさ結構いろいろありますよねメイカーズピアの相模行きましたきょお去年行きました <laughs> そう生誕部位中ちゃんに会えた楽しかった来年はたつ年だよたつじゃない ヘビ <laughs> の絵描いた記憶あるもん確かに確かに今年の絵まで来年のカレンダー中ちゃんのも入れるねありがとう嬉しいメーカーズピアノお化け屋敷気,気になってるけど一人だから入れないえ私も気になってるから一緒に入ろう <laughs> 一緒に入ろう来年はウサギではウサギもね行たい行きたいのがいっぱいだねどうしたらいいですか シルバニアショップかわいいよねわかるわかる目も入りましたなんか写真撮ったシルバニアと一緒に <laughs> そうみんなメーカーズピアに厳しいバブじゃないです <laughs> なんかちゃんもバブだよはは <laughs> バブバブだよバブ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 ,バブじゃないハナナンハナナもバブです マジで長ちゃん娘に欲しい娘ですかこんな娘大変だよえミヤビームメイド姿可愛かったよね喋りかけちゃったもんえ可愛いね <laughs> そうそうお2ショット追加しましたありがとうあちらほら増えてますじゃあみんながこの期間中に長坂に会って2ショット撮りたくなっちゃってうずうずしちゃって 取ってくれるんだね。だからみんなのためにもツーショットがもらる方法をみんなに伝授したいなって思います。<laughs> ありがとうございます。スリッパーメンバー結構多いよね。そうなんですよ。でも長坂は今日あえてスリッパーだったんですよ。コンサートでは昨日の時点で効果決まってたよ。あそうなの？うん札幌でも戻ってきてねい。1年でだから j2 に推しを作ろうかな、ね。やっぱ押し車作る。押しチーム作るべきだよね。 えー、でもねやっぱ近いっていうのがもうでかすぎるんですよ個人的にはもう結構現実的なこと言うともうグランパスが J1 で岐阜が J2 で、あのー、ビュアティンに J リーグで参入してほしいなした J3 で最高 <laughs> 本当にサンフレに1対5で負けましたてか昨日の時点で落ちました ピンでもサンフレさんは今日勝ったことにより優勝の可能性がグググッと勝ち点がね勝ち点違う得失点差が一番ねあるのがサンフレさんなんですけど勝ち点がも今696867くらいじゃない町田さんと神戸さんともう1点差ずつくらいだからもう最終節までこんなにわからないことってなかなかないからびっくりびっくり去年はもうね なんか最終節の前前前前くらいで神戸さん優秀の瞬間をねあの食、ー、らいましたから <laughs> そうなんですはい皆さんヤッホヤッホ岡山と仙台は三列シートなのえ三列シート厚桃とぶどうが有名なのぶどう食べたいデミグラスカツ丼うまそう いいですね東京から新幹線山形はそこからバスでスタジアムまで行けるよそうなの山形も行きたいな新潟のバスターミナルについたらまずはターミナルのカレーを食べよう有名だよねバスターミナルのカレー松本も特急なのより高速バスが安いですそう来年長野絶対に行きたいんだよねそうそうそうなんです <laughs> そうなのそうなの ものスイートポテトのチーズタルトうましでしたうまいでしょナイス選択そう準級じゃダメですか <laughs> 詳しくないんだよねその辺本当にはい藤岡選手は岐阜に残ると信じていますと思い,言いつつ個人昇格もしてほしいっていう気持ちももちろんあるほい ポトメだと車で30分だけどスカイエキスパは15分ということで近いですね車で15分近い得点王アンデルソン・ロペスは来年もマリノスにいてくれるみたいいいですねアンデルソン・ロペス選手うますぎてもううまーってなっちゃうから見ててマキコさんのそう卒業公演が29日に発表されましたね先ほどなんかもうマキコさん卒業しちゃうんだってドキドキが急に前方公演本2代目やばい 雨シーズンになったらまた登場するかもしれない2日間の握手会の後でもこの場尊敬します楽しかったもん明日からも頑張っちゃうね明日の目標はあの声出していこうぜ公演4曲覚えるんでよろしくお願いします対戦よろしくお願いします黒サンタサーヤでしたサーヤ可愛かったサーヤの写真も私が撮りましたそうトークトークトークのアーカイブなくなっちゃうから大秘宝ピュ 今日無事に初めましてできましたありがとうね来てくれて嬉しいよランドと C どっちに来たいのアトラクションは C が好きなんですけどランドの世界観も大好きあももが好きだよね絶対やっぱそうだよねそんな気がしたんですよさてもまなかパフ犬山と鏡,は鏡ヶ原にはまだあるかもおおだそうです皆さんまだ食べてない方今年も中坂レンダー作るよー ありがとう今ポケポケやってるけどポケモンの星しいるということではいポケポケは私もやってるんですけどのゲンガーが欲しいのでミュウツーのパックばっか開けてますミュウツーの星3か星2が出たんですよこの前嬉しかったです10パック開けたからね10パックまとめて開けたからねはいポケポケもやってましょう大富豪でミュウちゃん待ってたらミュウちゃんに会いました おまるさんマジでめっちゃ合うしめっちゃポイントすごすぎてびっくりしちゃいますメイカーズピアははちみつのソフトクリームがおいしいのえー、そうなの今度絶対食べるみゆちゃんの化け屋敷の楽しみ方独特すぎるからなはい私の楽しみ方についてこれる方限定ですけどねバブの定義バブの定義は私がバブだと思えばバブです来年のカレンダー6月は中ちゃんにしますありがとう嬉しい そう長崎の選手たちも行きたいんだよね池田さんと絶対行きますはいニャンニャン今日は久々に話して嬉しかったよよかったありがとうね来てくれてそうグランパス以外は今 FC 岐阜を応援してるんですけど、まあ、チームで応援してるところは、まあ、J2 結構多いですよ長崎ビファーレ長崎藤枝茉愛 FC、えー、愛媛 FC ここは結構注目してますいつも結果を見てます でもなんかその「行こう!でも」ではな、ね、いまだ行けてないのでてかどこも遠いしね藤枝はまあ近い方ですけどはいー <laughs> そうアウェイの方が行ってるのではえそんなことないですよ私だってアウェイはその言ってるのは新潟と金沢と奈良と川崎と町田とよ新 <laughs> 横浜と 鹿島と富山なので8か所しか行ってない8アウェイ <laughs> あと残り13個はホームですそうね逆生誕やりたいローハーが壊れて会うのがなくてあえてスリッパっていうわけではないですサンタさんの時かわいく履いてたもんねちゃんとギフトともに J2 復帰するよって一緒に 来年は上がろうなはいみゆから J をぜひお願いしますジェラトーニーとか似合いそうみいの猫ちゃんえかわいいやつだわかるよみゆでもなんかリンクコーデみたいなしてみたいから、うん、おすすめのキャラいたら教えてください J1 だったらどこのチームが好き J1 だったらええー、名古屋の次ですか考えたことなかった でも好きな選手がいるのは FC 東京なので FC 東京も FC 東京チームっていうか長友選手ラバーです <laughs> もうブラボーが大好きなので中坂はチームだったらどこなんだろうなどうなんだろうそうあバボやバい <laughs> ボボちゃん顔が丸いから <laughs> そう洋風活動新潟にもあるんだえー、えまつげすごいでしょ今日右がすごい本当に長野行くなら長野出身のメンバーにおすすめの場所聞いといた方がえ確かにここみんとこっちゃんに聞こう聞かなきゃ聞かなきゃそうそう 今日めっちゃコメント読んでるできる限り読んでるやん紅茶まんじゅう初めて食べましたうまうますぎった原白でしたか中ちゃんのエクスミズはさちもなか食べたくなってきた来週帰るから食べてみる食べて絶対みんなこんばんはえねえマキコさん卒業マジで早ーんってなる種類ありますよたくさんおすすめはシナモンとさつまいもあのさちもなかが推しあとは新メニューですね紅茶まんじゅうとかカステラとかパウンドケーキとかおすすめだよ でも食べてないんだカステラとパウンドケーキがまだじゃんけん負けたのでツーショット4連勝ですよ私強かったでしょじゃんけん今日初めて中ちゃんの握手行ったけど楽しかったよありがとうねじゃあまたリピーターになってくださいお願いします <laughs> そうメンタル持たなさそうな年末年末でメンタル持たないし年始で組閣あるしもうドッキドキだねそう明日もお仕事の明日はお仕事じゃないので まったりまったりまったりで練習頑張ります。年内にもう一回公園あもう一回会いたいからシャッフル公園入りたいなみんなが当たるように願ってるからねみゆ。S の声出し何が何でも当てたいです何が何でも当てましょう。そうね。バスターミナルしか行ったことないうん今度じゃあ楽しみましょうね。 楽しんで来てくださいいつ行くか分かんないけど。長ちゃんへのクリスマスプレゼントです。あっ、ツーショットですか <laughs>。ありがとう。岩田、残れると思いますかいや、でも、マジでぶっちゃけ、なんとも言えないですよね。対戦相手がさ、あれだから、なんとも言えないですよね。あれ、ジュビロは最終節、どこと戦うんですか ?15 日、どん兵衛の,の YouTube 配信あるねだって。あ、そうなんですか どん兵衛のイベントも今日から始まったので皆さんバローさんで、ね、いっぱいどん兵衛買って食べましょうみんなもう今年は麺類いっぱいだね <laughs> そうえ三3枚持ってんのすごいランダムやるなら開封配信してよあのねスマホゲームの話なんですよでも大丈夫安心してもう少ししたら日本代表のウエハウスが発売されるからまあ通ーケースくらい買うかもしれないのでそしたら配信でやりますね 来年中ちゃんとれか友達からとれしてもらいますおじゃあ大切にしてください大富豪対戦できたありがとうね大富豪も KD とバブ何が違うのかいやキッズも大好きですけどもうみんなをなんかキッズだとは思えないバブちゃん長崎上がってきてほしかったということでまあでも何が何でも来年は絶対きっと長崎に行きますくるみんは大バブバブです 今、バブだと思ってるのは誰と誰と誰と。11期と12期はみんなバブです、私の。そう。ピカチュウとか逆に持ってないな、ポケポケ。あ、ね、新潟のデビューで名古屋と岐阜の紹介そうしてくれたんですよ。名古屋来てくれてたからびっくり。嬉しい。バブ大好き。そうなんですよ。<laughs> 長ながちゃん、ジャッケン強かった。でしょう。そう。 行きまくりですかこれ全然足りないよ十0カ所くらい行きたかったねいちご狩りに行こうえそうだ来年清水があるからそういちご狩りしたーいタンしですタン押しだもんね一途に愛飛ばしてくださいねちゃんと逆生誕は行ったことないのよね,ね逆生誕で見るケーキ役やったことあるけどマジで楽しい逆生誕のケーキ役 <laughs> そうロヨ岡山に行ってベガルタを応援していきますおすごい どっちも頑張ってほしいですね。あね、今日サンフレッチェさん、STU さん来てましたね。そう、見ました、見ました。FC、愛媛のホームは松山市内だから若干遠いのよ。そうなんだ。そうなんだ。でも行ってみたい、いつか。 来シーズンの開幕戦はどこも寒そうね雪にはかなわないけどねもう降らないでもう本当に大変ですよね皆さんその雪国の皆さんたちは大変ですよねはいでも今年はホーム開幕に2連戦だったからきっと来年はアウェイからスタートするので名古屋はどこに行くかなでも2月暇かなわ <laughs> かんないそう 地元が町田の隣町の神奈川県民ですかなんか J3 のチームありますということで YSCC は今結構ピンチですから応援してくださいねブラボーの嫁が好きお綺麗ですよね平井理さんかりますここくらいまで読んだら22時50分くらいかなお休みメール大丈夫えダメナイスコメントすぎるナイスコメントすぎるなあ四48分だから もうちょっとだけ読んだらお休みを書きに行きますありがとうそうマリノスと横浜 FC に来場予定ですか行きたいなって新横も三ツも行きたい長野行ったら全光じゃマスト OK ありがとうアルビレックスの新潟が好きでも確かに戦術的にはねでもやっぱ強いチームは 応援しててすごい強いチームてか点をたくさん取るチームがやっぱ私もやっぱ「イエーイ!」って喜ぶシーンをたくさん見ながらなんかさグランパスってあの来場記録見れるんですけどなんかな名古屋グランパスの来場記録がなんか私すごいことになってるんですよなんかもう8敗何分けみたいな一勝もないの観戦記録の中に勝利の試合なくてなぜだって何ていう道を見てるんですけど何試合かは。 そうびっくりびっくり <laughs> そう4日生誕祭以来の劇場入りますおお待ちしておりますありがとう <laughs> 楽しみだね紅茶まんじゅうの皮の部分の食感がめっちゃ好きマジでなんかうまいよねうん私紅茶めっちゃ得意ってわけじゃないんですけど紅茶まんじゅう大好き年末婚やりたいなアンダー20やりたいなねえ 明日からの出張の準備してます頑張ってそうそうシャッフル公演で県に発動するか悩んでるでもう皆さん意外とも持たれてる方多くてびっくりしました98中とかジュビルはトスとなんだトスなんだわちょっとわかんないね新潟さんが浦和さんとで ジビロさんがトスさんんがでもトスさんはあの,強いですあの今節ボコボコにしていただいたのでトスさん強いんですけどでもジュビロさんもうわかんない読めないね本当に読めなさすぎるわジュビロさんが勝ちで新潟さんが負けだとジュビロさんが残留になってえー、新潟さんはもう勝ちか分けさえすれば残留ということなのでただあの浦和さん 新潟ホームの裏話なんですけど、なんか新潟のスタジアムで裏は負けなしらしくて、もうそれもすごいなと思って、なんかすすごいってなってる。<laughs> すごい。いや今年のジェイリーグはすごいです。はい。<laughs> すごいです。<laughs> ね。バローさんが近くいない。じゃあ名古屋に来た時に、堺に V ドラッグさんあるのかな <laughs> ぜひぜひ。 そば、ね、もアル油そばも大好きだからウェルカムそばみーも今年結構好きなので食べたいです天ぷらそばそうそううちとジュビロはすれ違いうえーん今ひめたんとあいかぴょんのサイクリング見てた中ちゃんはロードバイク興味あるないことはないですね に自転車を乗るのも好きで,すでもこの時期は寒いなって思います <laughs> この時期は寒いなって思いますゆねちゃんがトナカイつけてんのかわいいじゃん絶対てかゆねちゃん顔ちっちゃすぎてさ全部でかく見えるんだよね本当に <laughs> お風呂に入れる入浴剤バブですかお風呂に入浴剤入れてお風呂入ったことないんでわかんない <laughs> すいません 中日スポーツの「ありがとうミッチ」に参加したそうなのいいじゃんいいじゃんってかもう本当にもう見れないんだって思うとすごい悲しい12期はまだ全員バブ化できてないとちゃうちゃうけど気持ちは私の全員バブです <laughs> はい岩田対鳥栖新潟 VS 浦和柏 VS 札幌が降格争いの対象試合です すごい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 すすごいすごいねわお本当にギリギリ巻き込まれてなくてよかったサッカー応援で北海道遠征計画はどうしましょうえちょっととりあえずコンサドーレさん全員戻ってきて本当にお願い行くべきだった今年無理してでも。 いや平日かー渋いかなと思ってやめちゃったんですよ行くべきでしたそう仙台で働いてた頃仙台で働いてた頃があったんですかすごいそうみんな時間送ってくれてるありがとうございますあ相模原か相模原も神奈川なんだあ <laughs> お茶とってくる後であとでメール書きに行く時お茶とってこようそっか相模原か相模原も神奈川なのかすごいね神奈川って <laughs> そうねえめっちゃいいタイミング素晴らしい素晴らしい。素晴らしい ありがとう助かりますあ五54分あと20秒くらいあと3個くらい高知にアウェイで行ってみたい気持ちもありますでも四国ってまあまあすごくないっていうちょっと遠そうなイメージなんだけどどうなんだろうそう松本と長野市は地味に近くないです長野ってだって大きいもんね面積 ねえ本当にスタジアム行きたいよみんな休憩周年公演もやりたい年、ね、末にやらせてください本当にそう準備全然 OK じゃないもう練習しないとプル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 って震えちゃうからそうみんな寒さに負けないようにね 本当に98は来年の中ちゃんの生態に使う予定嬉しいありがとう負けても得失点差が関係あるのよそっか,なんか意外と3点くらいしかないんですよね確か新潟とジュビロの得失点差がそうだそうだこんばんはエスさん時間がない声だねそうなんです時間がないない待ってます ののチームのシャッフル声見に行きたいなんか S やってるところちょっと見たいよねほんとに普通に <laughs> そう我がモンテディオ山形は昇格準決勝で敗れました、ね、モンテディオめっちゃ調子良かったじゃないですか最後の方入浴剤使わないですそろそろじゃあ55分なのでメール書いてきます今日のお題は 今日のうんむずいなじゃあ今日はなかちゃんの好きな髪型についてどうぞ